ボモランド、日本デビューの感想を語る 4TH ミニアルバム Fun to the World 発売記念ショーケース開催。総合、写真イコールテレビレポート DB、ぷむぷむで注目を浴びたボモランドが新曲 BAAM で連続ヒットを狙う。26日午後、ソウル BLUESQUREI マーケットホールにてモモランドが 4TH ミニアルバム Fun to the World 発売記念ショーケースを開催した。モモランドは新曲 BAAM を初披露し、本格的な韓国活動を宣言した。モモランドはぷむぷむの活動を終えてから間もないので、その活動の延長線のように感じる。カムバックという実感があまりないと感激した。これに先立ち、モモランドは日本で正式アルバムを発売してデビューした。現場には約7000人のファンが集まり、熱い人気をうかがわせた。これについてモモランドは、1ストーンファンミーティングをして、海外での公演なのにこんなに多くの方が好きになってくれるとは思っていなかった。会場を埋め尽くすほど、多くの方が好きになってくれた。本当に嬉しかった。プラカードとペンライトを持っていて、それだけでも感動を受けた、と振り返った。2016年にデビューしたモモランドは、2017年にメンバーのジュイの活躍で注目を浴びた。2018年1月に、ぷむぷむで2018年初の音楽番組で1位となり、勢いに乗った。あまりにも盛り上がったためだろうか。モモランドへの中傷誹謗も出てきた。事務所の CD 買い占めで1位になったという内容だった。今年1月3日に発売された 3RD ミニアルバム、グレートは、2月12日の1日の売り上げが8261枚だった。その数字で事務所が CD を買い占めたという疑惑が浮上した。カムバックを控えていた時、ちょうど文化体育観光部から、モモランド側の CD 買い占めはなかった、という調査結果が発表され、モモランドは汚名から逃れることができた。これについてモモランドは、記事を通じて買い占めの疑惑から逃れた。しかし、それが無念だというよりは、こちらがさらに頑張ればいいと思っている。これからもっと成長したい、と誓った。ぷむぷむに続き、シンサドンホレンイとサイドタッグを組んだ BAAM は、ノリノリのナンバーで夏を楽しくするという意気込みで作られた曲だ。モモランドの 4TH ミニアルバム、Fun to the World は同日午後6時に発売された。